前回の動画では沖縄北部の観光地福木並木の様子と美ら海水族館のお得情報、おすすめのカフェをご紹介しました。今回は古宇利島にあるアウェイ沖縄古宇利島リゾートをご紹介します。氷大橋を渡って車で3分ほど走ると到着です。白を基調としたおしゃれな外観、アウェイ沖縄古宇利島リゾートは2021年7月にオープン。37室のスイートルームとヴィラが1室あります。全室オーシャンビュー、レストレサクロというレストランも入っています。ホテルの目の前にある駐車場に車を止めてチェックインしに行きます。ロビーは2階にあり、こじんまりとしています。ドライヤーはパナソニックのもの。ロゴ入りスリッパ、ネイビーで可愛かったです。ではキッチンを詳しく見てみます。置いてあるお水は無料です。引き出しを開けると炊飯器。お皿やカトラリーもあります。
お茶の種類が豊富で嬉しいです。窓のそばにはデイベッド、カーテンタッセルがおしゃれ。デイベッドの正面にはクローゼット、ハンガーやバスローブが入っていました。クリーニングをお願いできるようです。続いて館内の設備をご紹介します。売店はないので、必要なものは事前に調達しておくことをお勧めします。おしゃれな店内。入り口には雑貨などの販売があります。お料理は郡島産、沖縄県産の食材を中心としたものもあり、どれにするか迷います。どれも美味しかったのですが、私の一押しは車エビのアヒージョ。エビの旨味がしっかりオリーブオイルに染み込んでいて絶品。雰囲気が良く、お料理も美味しいので、郡島でディナーの際はぜひ行ってみてください。ディナーは曜日によっては営業していないこともあるそうなので、事前に予約することをおすすめします。また12時から16時まではカフェ利用が可能で、美味しいコーヒーが飲めるそうです。
外から見る景色がとっても綺麗なので、暖かい日はテラス席が良さそう。アウェイ沖縄氷島リゾートは、お部屋とレストランからの景色が最高でした。お部屋は広く、キッチンや大きめの冷蔵庫もあるので、ファミリーでの宿泊にもぴったり。ご飯を買ってきてバルコニーで食べるのも良さそうです。次回の動画は、5泊6日沖縄旅も後半戦。石垣港離島ターミナルから徒歩15分圏内のおすすめスポットを5つご紹介します。カフェに行ったり参拝したり、2時間ほどで全て回れるようになっています。ぜひご覧ください。今回もご視聴いただきありがとうございました。